ですね。何をどう試すんだろうか。声出すと忘れるって。はい、セット、レディー、ゴー。さあ、まずは第1投目。こちらは、まずはミドルレンジの6ポイントからスタートを切りました。山本レクシメ。さあ、どうでしょうか。ポイントは確定した模様ですね。これが第2投目。さあ、ゆっくりとテイクバックを取っていって、さあ、距離がこれも伸びた。大きなジャンプはどうでしょう。ラインは超えないですね。さあ、折り返して30秒経過。残り時間は22秒、20秒前。さあ、第3投、これも力強く持っていきましたが、ジャンプがわずかにこれは合いませんでした。さあ、残りは10秒です。カウンダーが入って6秒前、5、4、3秒。あーと、これは最終投球は間に合わないか。山本レクシマ、ファーストラウンドは14ポイントで繰り返しました。以上でユースオープン選手権第1ラウンドの競技も終了しております。お疲れ様でした。では、この後コート整備